はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは。チャンネルヘルクエスへようこそ。ヘルクでございます。ということで、3日ほど空いてしまいましたが、 GT6 実況やっていきたいと思います。今回はですね、こちらのランボルギーニディアブロ GT2 を使いまして、国際 A クラスの、50ミニッツレースの第一戦、アプリコットヒルレースウェイをやっていきたいと思います。ここにあったと。はい、これですね。いやー、実はですね、まあ、この数十分前ですかね、まあ悪夢見ましたというものですね。まあ最後の最後で、まあどいたいミスして、そんでもって、まあ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 追いつけねえと。はい、ということで悪夢再来です。1位見てください、マクラーレン F1 GTR ですよ。まあまあ、正直言ったらこっちのね、プレミアムの方のマクラーレン F1 GTR の方がまだ優しかったりするんですよ。あのスタンダードの方はあかん、あいつはあかん。ということで、このレースに勝てるように、軽量化とね、あと少々ギア比をいじりまして、あとはニトロを積んできたというところですかね。ノーマルとの違いは。はい、ということでやっていきましょう。いざとなったらニトロを使うぜ作戦実行、スタート。さあ、15分間の戦い、まずここら辺のやつらは抜けるんだっな。うん、よいしょ。いやー、やっぱディアブロね、軽量化しないと本当ろくに曲がってくれない。軽量化してこの反応速度なんですよ。まあね、あのフルチューンしたら、まあ余裕で1000馬力オーバーする、まあお化けなんですが、まあ GT レース専用マシン、まあなかなか伸びるもんも伸びないんですよね。まあそこはご愛嬌。ああ GTR バカバカバカ、全くもう自分から寄せに来るなんて、もうよいしょ。まあ1周で3台、とりあえずこっちの方のマクラーレン F1 はそんな絶望的な感じじゃなかったよ。うん、と言いたかったよ。うん、言いたかったね。絶望じゃねえか早えよ、やっぱ。あ、痛い、ごめんよ、ごめんよ、許せ Z4 その代わり俺も姿勢崩したからさあ、なぜだろうか。ちょっとあのね、1回ね、最初やった時よりなんか5速のね、立ち上がりが悪くなってるような気がするのは俺だけなのかな。よいしょ。まあでもこのディアブロ GT2 なんでも、あの本格的なレース参戦は行われなかったようで、ただこのマシンが後のディアブロ GT とかね、そういうのに大きな影響を与えたというのは変わりないという、まあ忘れてはならないマシンの1台なんですね。うん、よいしょ。しかもね、こいつ670馬力オーバーのね、ハイパワーマシンなんで、しかもトルクもしっかりしてるんでね、まあうまくいけるでしょう、ミスがなければ。よいしょ。さあ、目の前にはバイパーとベンツ GT3、 メルセデスベンツの SLS GT3 ですね、 AMG、 しかし、まあ GT3 マシン、あんなねハイパワーなのにね、なんで速度が280キロくらいしか出ないんでしょうね。このディアブロ君だって670馬力出してるのに330キロ出るんですよ。ええはいはいはい、ちょっと
院から強引に行かさせてもらいましたよと。でもトップ組がいい具合にいい具合にもつれ合ってくれてる。これは嬉しい、これは嬉しい。いや本当1回目のチャレンジは本当絶望でしたからね。なんやあのお化けスピードと言いたくなるようなね、まさに絶望でしたよ。本格的な、さあ3周目が終わって差は8秒。うん、マシだ。ずっと気が楽だよ。スタンダードの方のマクラーレン F1 はね、15秒くらいだったかな、そんぐらいも話してたよ。怖い、ほんと怖いね。よいしょ。よいしょ。なんか縮まるようで全然縮まらないな。それよか、なんか離されてない？前8秒だったよね。離されてるよねこれ、確実に。まあその分自分のペースで走っていけるからね、より追いつきやすくはなるんですけれども、しよう。あ、これ離されてるわ。あれ、マクラーレン F1 が落ちとる。嘘だ、あんな速いマクラーレン F1 が一体誰に負けるというのだ。しかも全然差は縮まらない、広まっていく一方。ここで攻めるしかないか。よいしょ。とりあえず4、3、2はもう見えてきている。よいしょ。よし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 、だんだん縮まってきた、だんだん縮まってきた。でもこれでも6秒か。とりあえずここで一気にぐっと縮まったはず。あ、でもマクラーレン F1 も食らいついてるな。ウエイト的には F1 の方が有利だしな。
だがしかし GTR ツーリングカーもどんどん追いついてきてるのはダマになってきたところ。しかしまあ GT バイシトロエンもなかなかやばいもんだね。ああでも加速で GT バイシトロエン上を行くか。はいはい、ちょっと失礼。よいしょ。GT バイシトロエンなら全然辛くはないな。あばば。よいしょ。さあ一気にスリップで追いついていきたい。でも安定性あっちの方が上か。やっぱり年式の差か。というかあっちはドリームカーだからな。よいしょ。なんとかなんとか食らいつきたい食らいつきたい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。なんとか1位になれた。残り3分逃げ切るか。頑張って。よいしょ。でも結構追いつかれてるね。果たしてこれでどこまでいけるか。そしてずっと忘れてた、コックピットビューにするの忘れてたよ。いやー全然気づかないもんだね。ちょっと次のラップコックピットビューでやりましょうか。さあ残り3分、ほんのわずかですがコックピットビューをお楽しみください。よいしょ。よいしょ。いやもう気づけばもう10周も行ってたんですね。そしてラップタイムはだいたい1分20秒台。なかなかいいタイムじゃないですか。よいしょ。うわったた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 あぶねえ。このシトロエンをね抑えてゴールしたいけれど気は抜けないんだよな。
ょう。よいしょ。よいしょ。さあ1分切った。シトロエンは未だについてきてるっていう感じなのか。すぐ近くにいたよ。すぐ間近にいたよ、シトロエン。よいしょ。さあ次でラストラップかな。ラストラップはこれでいこう。よし、ここまで来たらもうミスることはないだろう。ちょっと最後はいや、このままミスらなければこのままいけるし、よいしょ。よいしょ、よし、よいしょ。オッケー。なんだろう。たったに、これテイク2だけど、なんかめっちゃ疲れた。マジの方で疲れた。ということでゴールよ。いやー、怖えな、コンマ2秒差とかさ、0コンマ2秒差とかさ、ほんと怖えよ。はい、ということで、15ミニッツレース、レース1。なんとか1位でゴールできましたと。ああ怖い、本当に怖い。うん、もうね、いろいろ怖すぎるこのレース。はい、ということで今回の動画はここまでにしたいと思います。チャンネル登録、動画の高評価よろしくお願いいたします。でリクエストがございましたら、コメント欄にてよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。